前回のあらすじ、突然未来のロボットを連れてのび家を訪れた少年世話し、彼の正体はのび太の孫の孫であり、だらしないおじいちゃんを更生させるために未来から来たのだという。コミックス連載初期は、ドラえもんがドジでダメなロボットだっただけに、タイムテレビで見ていたり、直接様子を見に来ることも多かった。後半ではのび太が未来に行ったり、二人が喧嘩してドラえもんが未来に帰る際に登場し、大概は仲裁をする役目として登場し、そして早い段階で世話氏の登場は最後を迎えてしまうのだった。この動画は、のび太の孫の孫、世話氏とは何者なのか迫る、の続きです。まだ見てない人はそっちも見てみてね。というわけで今回も、のび太の孫の孫、世話氏とは何者なのか迫る、パート2、だ。世話氏、また宿題もしないで、サボってるのね。いけね、ママだ。というわけで前回に引き続き、世話氏の解説をしていこう。まずはそのプロフィールからである。世話氏くん、名字は不明だが、のび家の子孫で変わっていなければのび世話氏となるのだろうか。ちなみに名前の由来は、のび太がのびのびと、に対し、その逆、世話氏くんは世話しいから、と推測される。あ、そういうおしゃれなんだね。うむ、まあ公式ではないのだが、そういうことだと思うぜ。年齢は2125年2月時点で小学4年生、つまりのび太と同い年である。2125年2月時点ってどういうことなの？これは簡単な推測である。コミックス10巻100年後の付録にて、未来の学年誌、小学4年生が読みたいと言い出したのび太。そこでドラえもんが世話氏の部屋から持ってきたのが、2125年の2月号か、と話しているので、2125年2月時点で小学4年生、というわけである。なるほどね。ちなみに視聴者の中には、あれ、世話氏やドラえもんって21世紀じゃなかったっけ？って思う方もいるかと思うが、これは正しい勘違いである、というのも例えば、藤子 F 不二雄大全集1巻未来から来たドラえもん、では、101年後の世界からさ、僕は、君の孫の孫だよ。と、この話が掲載されたのは1970年、つまり世話氏は2071年から来たことになるし、藤子 F 不二雄大全集2巻宝探し、でも、ドラえもんは21世紀紙くず株式会社にアルバイトに行くという話があったり、初期のてんこみには、ドラえもんが2012年生まれと記載しているものもある。ただ、これは後々掲載されるにつれ改定されたため、今現在世話氏やドラえもんのいる未来は22世紀、そして世話氏の年齢は2125年2月時点で4年生で間違いない。そんなややこしいことになってるのね。うむ、それでは話を戻すが、世話氏の住んでいる場所も現在わかっており、コミックス21巻未来の街にただ一人にて、のび太が未来の世話氏の家に行く際にこう言うのである。2125年ののび家の住所は、東京市手練馬ブロックス式ヶ原ストリート。と、ここで未来の住所と西暦がわかるのである。では、実際にどんな家に住んでいるのか、コミックス11巻の巻末、ドラえもん大辞典にて。これが、世話氏の住んでいる家である、高層マンションを縦に5階貸し切っており、とてもお年玉50円の家とは思えない風貌なんだぜ。未来の家ではこれでも貧乏一家なのか、それかのび太の未来が変わって、それなりの暮らしができるようになったのかもな。この世話氏の家では、進化した未来の家を確認することができるのだが、今回大事なのは、世話氏の家族構成がわかることなのだ。まず、4階部分にある、トレーニングルームだろうか、マラソンベルトを走っている男性、おそらく世話氏のパパと推測できる。次に2階部分、画面左側にいるこの女性、この人はおそらく世話氏のママだと推測でき、原作における姿の登場はパパ同様これだけなのだが、藤子 F 不二雄大全集1巻机から飛び出したドラえもんでは、世話氏どこへ行ったの？いけね、ママだ。と、声だけで登場していたり、藤子 F 不二雄大全集1巻愛妻ジャイ子でも、世話氏、また宿題もしないで、サボってるのね。いけね、ママだ。と、こちらでも声だけで登場しており、パパよりかは登場回数が多い。パパ不遇すぎるんな。まあでも後ほど説明する映画では少し登場回数も増えるから。それでは次に3階部分、画面右、中庭にいるこの馬竹のような犬。これはおそらく世話氏の飼い犬だと思われる。なんか、可愛くない？そして最後に、一番上の階や、画面左にいるドラミちゃん。ここですでに世話氏がドラミちゃんと一緒に暮らしているのがわかるな。意外と早い段階から一緒に住んでるんだね。というわけで、世話氏の家族紹介を以上に主張したんだレイタ。いやさっきから思ってたんだけど、1階にいるスプレー服の女の子とか、2階画面右にいる女の子、3階左側に世話氏と一緒にいる子、あと4階のボールプールでも泳いでる女の子。この子は一体誰なのよ？ああ、この子は世話氏の家族ではない。え、この子は世話氏の。まさかの世話氏彼女持ちだったのか。うむ、と言ってもパパやママや犬同様、推測でしかないのだが、例えばドラえもん深読みガイドでは、ちゃんと世話氏の父、世話氏の母、世話氏のガールフレンドと紹介されており、福右衛門では、犬、ガールフレンド、パパ、ママ、と、
すべてハテナマークがついているものの、一応家族、飼い犬、ガールフレンドとして紹介されている。未来の小学生は進んでるのね。うむ、というわけで世話しの住んでいる家や家族構成が分かったところで、少しだけ世話しの生い立ちについて解説していこう。まず2112年9月3日にロボット工場で生まれたドラえもんは、2115年1月19日のび太の孫の孫世話しの家へ、2119年3月7日には可愛いガールフレンドとハイキングに行くが、2122年9月30日にドラえもんが昼寝している最中に、ネズミに耳を食べられるドラえもん、そして2122年9月2日にガールフレンドがお見舞いに来るが、ドラえもんの顔を見て大笑いされる。そしていろいろあって、ドラえもんの第1話につながり、2125年1月に決意、のび系ドラえもんを送り込むのである。その描写はこのドラえもん大辞典にはないのだが、実は、このドラえもん大辞典の元になった作品に描かれている。元になった？このドラえもん大辞典というのは、1975年小学4年生に掲載されていた、ドラと化けるともう一つという企画から再構成されたもので、この11巻は、コミックス用に書き直されたものなのである。では、元のドラえもん大辞典はどうだったのかというと、これは、藤子 F 不二雄大全集20巻に掲載されており、当時の学年誌に掲載されたものをそのまま掲載している。先ほどの世話しの家と見比べてみるとわかるが、大きく過失修正されており、家の中の施設はあまり変わってはいないものの、世話し、パパやママ、ガールフレンドは登場せず、モブが代わりに登場している。ただ、よく見ると2階にさっきの世話しの飼い犬はいるんだよな。なぜ犬だけ続投？そして、肝心の世話しの生い立ちはどうだったかというと、まず、2112年9月3日に東京松芝ロボット工場でドラえもんが生まれ、この時はまだお世話ロボットではなく、友達用ロボットだった。そして2115年1月にのび太の孫、世話しの友達としてのび家に来ており、2122年8月、昼寝中、ネズミに耳をかじられ、この後ネズミが大嫌いになる。そして2122年12月、好きだったのラナーコに、耳なしロボットは嫌いよ、と言われて大ショック。と、ここまでは先ほどのドラえもん大辞典と大筋は一緒なのだが、実はこの先が、ドラと化けるともう一つ、には描かれている。僕はもう壊れてしまいたい。元気出せよ。出せない。しょうがない。じゃ、しばらく遠くへ行ってみるか。実はさっきタイムテレビで100年ほど昔の世界を見てたんだ。そしたら先祖ののび太という人が、どうもパッとしない人で、これは何とかしなくちゃいけないと思う。助けてあげてくれないか。よし来た、行ってくる。と、ドラえもんがどうしてのび家に来たか理由が描かれており、その理由が、のび太をサポートすること、そしてドラえもんの失恋の悲しみを紛らわせるためだったのだ。なんだその理由。ただ、さすがにこの理由はおかしいと思ったのか、ドラえもん11巻では見事に削除されてしまったがな。まあ、これじゃ第1話に全然話が繋がらないもんね。うむ、というわけで以上で世話しの生い立ちに関しては以上である。では、ここからは世話しの詳しいプロフィールを紹介するために、映像化された作品も合わせて見ていこう。お願いします。原作コミックスだけでなく、世話しはアニメでも映画でも時折登場することがあるのだが、実はドラえもんのび太とちょめちょめみたいな、大長編シリーズにはほとんど出ることがなく、なんと映画本編に初登場するのは、ドラえもんのび太の新魔界大冒険7人の魔法使い、であり、物語冒頭、ドラえもんが謎の腹痛を起こし、一度未来に帰るオリジナルの展開があり、その際に、せわしくんが一瞬登場するだけである。せわしくん映画の登場めっちゃ遅いんだね。うむ、だがあくまで大長編シリーズに登場しないだけであって、昔の作品によくあった、同時上演の短編映画ではいくつか登場しているのだ。その中で一番最初に登場したのが、1991年3月9日公開、ドラえもんのび太のドラビアンナイト、と同時上映された作品、ドラミちゃんあらら少年三族団、である。この作品は、調査ロボットあららに自分の先祖を調べさせていたせわしは、戦国時代に、のび太と同じぐらい能力の低い、のびえー、という少年がいることがわかり、今月成績が悪くてお小遣いが減らされていたせわしは、ドラミちゃんとあららにのび兵を強制してもらい、その後のご先祖、のび太や自分の能力増強を目論むというお話である。せわしいつもご先祖変えようとしてるな。うむ、だがこの映画ではせわしの登場は最初と最後だけであり、主役はあくまでドラミちゃんなのだ。だが次の映画、1993年3月6日公開、ドラえもんのび太とブリキのラビリンス、と同時公開されたドラミちゃんハロー恐竜キッズ、では、ドラミちゃんとせわしのダブル主演であり、コンセプトとしては、のび太の恐竜ドラミ版という感じである。映画の内容は視聴者におのおの見ていただくとして、この映画、原作で登場していたせわしの友達、コミックス21巻未来の街にただ一人、に登場した、ジャンゴや、スネオやしずかちゃんに似たキャラは登場せず、優しいジャイアンみたいなアントンと、物知りでキザな男ミエキチが登場しており、普段ドラミちゃんとしかやり取りをしないせわしが、友達と砕けた会話をする珍しい映画なので、素のせわしとも見えるシーンがいくつも登場する。ぜひ気になったら見てみてほしいぜ。というわけで次の映画紹介。
1995年3月4日公開、ドラえもんのび太の創生日記、と同時上映された2112年ドラえもん誕生。この映画では、今まで謎とされてきた、ドラえもんがなぜせわしの家にやってくることになったのかが判明し、ロボット養成学校の卒業オーディションにて、赤ちゃんにスカウトされたドラえもん。そう、この赤ん坊こそせわしであり、偶然ボタンを押してしまうだけだったのだが、せわしのパパとママが、せわしも懐いているし、このままいていいよと了承。それからのび太の家に行くまでの約10年間、せわしの元で一緒に暮らしていたのである。ちなみにここ、原作では1コマしか出てこなかったパパとママが、ものすごくかっこよく描写されており、特にパパはランニングマシンで哀れもない姿から、ものすごくダンディズムな顔になっており、本当にのび家の子孫なのか疑うレベルなんだぜ。この人も一応のび太のひ孫なんだよね。うむ、そしてこの後、せわしの家の全体像が一瞬映るのだが、11巻同様、5階層になっていたりする。ほんとだ。そしてその後、ドラえもんと共に成長していくせわし、粘土でドラえもんを作っていたのだが、耳の形が少し違うので、工作用ロボットに修正してもらおうとしたのだが、ロボットがドラえもんの耳を粘土に合わせると勘違いしてしまい、ドラえもんの耳がネズミに食べられてなくなってしまうのだ。ここは原作とは少し違うところだね。うむ、そしてその後紆余曲折ありながらも、ドラえもんとの友情やドラミとの出会いを描いた後、ドラえもんが、せわしくんが幸せに暮らせるために、最も出来の悪いご先祖、のび太くんのお世話をしに行くという流れになるのである。この映画は今まで描かれていなかった、22世紀の話が盛りたくさんだからね。もしまだ見てない人がいたら必見なんだぜ。というわけで次の映画紹介。1996年3月2日公開、ドラえもんのび太と銀河エクスプレス、と同時上映されたドラミ&ドラえもんズロボット学校七不思議、である。この映画、せわしはエンディングで一瞬登場しており、ドラえもんの横に座っているのだが、実はこれまでに紹介した映画のキャラクターも多く登場しており、一番左下にドラビアンナイトで登場した、ミクジンの隣に座っている、帽子をかぶっているのが、ハロー恐竜キッズで登場したジュラのシン。そしてその上で赤い服を着ている女性、これはせわしの母である。マジだ。そして画面右下、のび太の隣に座っているロボット。これはあらら少年山賊団に登場したあららである。そして、本来ドラザキッドが座っている場面、せわしの母が座っている横、黄色い服に緑のパンツの人物、高い可能性でせわしの父であると思われる。マジか。ただ、そうなると膝のズボンが青くないとおかしいのだが、まあ、あんまり細かいことは気にせず次に行こう。おいおい、時系列的に次に登場するのは、先ほどの新魔界大冒険なのでここは割愛。そして、次にもう一つシンドラの映画に登場しており、ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムである。この映画の中盤、ドラえもんが寝る前に初めてのび太と出会った日のことを思い出すのだが、この階層にせわしが登場する、ただそれだけである。まあ、ファーストコンタクトは基本せわしとドラえもんのワンセットだしね。うむ、そして同様の理由で、スタンドバイミードラえもんにて、こちらでものび太とドラえもんの出会いが描かれたため、せわしが登場するのである。というわけで、以上がせわしの登場する映画のすべてだぜ。ただ、ここまで見てもらうとわかると思うが、実はせわしが登場する回はほとんどが未来のお話であり、ほとんどのび太以外に接触することはなく、その存在ものび太、ドラえもん、ドラミぐらいしか知らないはずなのだが、実はアニメではこの限りではないのだ。例えば1997年3月29日放送、せわしくんの家で、にて、せわしくんは明日の歴史のテスト勉強や、ドラミちゃんの小言が嫌で過去の町へと逃げており、その際、せわしくんは出来すぎを加えたドラえもんメンバーと合流している。だが、出来すぎはせわしくんの正体を知らないため、完全に置いてけぼり状態である。あと、みんなもせわしがのび太の子孫であることは分かっているが、のび太の将来のお嫁さんが、しずかちゃんという事実は誰にも知らされていない。他にも、2008年9月5日放送、ドラえもんの青い涙、などでは、22世紀のせわしの家に、いつものドラえもんメンバーを連れてきたり、原作にない交流をアニメでは展開しているのだが、一体いつからせわしは他のメンバーと面識があるのか、これは申し訳ないが、うぷ主の調べでは特定することはできなかったぜ。ただ、少なくともアニメが放送された1979年から、現在わかっている1997年のせわしくんの家で、までの間の18年間、1440話の間のどこかにあるはずなので、もし暇な人がいたら VHS や DVD、そしてテレビ放送回のみのものまで、全部調べればきっとどこかにあるはず。もし知っている人がいたら教えてね。というわけで、これにてせわしが登場する映画や、アニメでのお話、そして解説は以上にするぜ。せわしはドラえもんというストーリーの根幹を成した人物で、自分が貧乏なのが嫌だという理由で、ドラえもんをのび太の元へ送り込んでいる。その性格は、のび太に似ておっとりしたやさ男であるが、ドラえもんをフォローしたりする面倒見の良い性格で、アニメでは成績が悪かったりするが、別に頭が悪いというわけではない。連載初期では不良中学生3人相手に勝てるほど腕っぷしも強く、それはのび太の息子であるのびすけから受け継いだものなのだろうか。
子孫であるセワシは貧乏ではあると本人は言っているが、その実際一度も貧乏なエピソードが描かれることはほとんどなく、それどころか、高層マンションで便利な未来の暮らし、そしてガールフレンドやペットも飼っており、お世話ロボットにドラミちゃんもいるのだ。ただ、このドラえもんやドラミちゃんの小言が多く、そのおかげか時々愚痴をこぼすことも多いようだ。そして、何よりのびけの人間らしい発想とも言える、ご先祖を強制して一族を救おうとするのだ。セワシ君は原作において初期はよく登場していたのだが、後半はそんなに登場回数は多くはなく、映画やアニメにおいてもほとんど登場することはないのだが、それはひとえに、セワシの願いが良い方向に成就し、セワシがいなくともドラえもんだけで大丈夫、ということなのだろう。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。